さんこんにちは。新企画のほのぼの女神旅のうつ主を務める大岡と、同じくうつ主を務める絶賀です。いやーまさか本当にこの企画をやるなんて思わなかったわ。そうだよね、もう、なかったことにされてたと思ってたよ。でも、思った以上に盛大な企画でびっくりしたよ。そうよね、私たち専用のオープニングとエンディングがあるってパトから聞いたときは珍しくパトがかっこよく見えたわ。しかも、この企画限定で私たちもバージョンアップしてるんだよ。この髪飾りね。それで、この企画の実況は何をするのか、説明してくれる？そうだね、今回の企画は 3DS ダウンロードソフト、女神めぐり、の長期実況をやっていきたいと思います。どういうゲームなの？って気になる方もいると思います。が、今回は説明なしでこれから一緒に私たちと見ていきましょう。実際のところ、私たちもそこまで知らないんだよね。ああ言っちゃダメだよ。それじゃあ、そろそろ始めていきたいと思います。今からプロローグだから私たちは静かにしてるね。突然ですが、私、神様なんです。生まれたばかりのちっぽけな神様ですけど。知ってますか？神様にだって願い事はあるんです。誰かの役に立ちたいとか、自分だけの才能が欲しいとか、明日も天気になりますようにとか、私のちっぽけで大切な願い事を、あのお日様だったら聞いてくれるでしょうか。私もいつか誰かを明るく照らせるような、キラキラ輝くお日様みたいな、そんな立派な神様になれますように。ということで、女神めぐりの始まりです。なんかすごく楽しそうだよね。そうね、すごくいい子そうだよね。うん、お日様みたいになりたいってすごくいいなって思ったよ。大川ご飯をいっぱい食べたいだったしね。いいじゃん、いっぱい食べたら幸せな気持ちになると思うんだけどな。誰か話しかけてるわよ。本当だ、誰だろうね。選択肢ね。うん、ここはもう少し寝かせてほしいね。すいません。確かに、寝てたら話が進まないわよ、大川。せっかちゃん、どうしたの？漢字読めないんだけど。あんた、それはうつ主としてどうなの？テヘペロ。大川、本当に私の前だとフリーだよね。だって、せっかちゃんだもん。そうですか。うわ、なんか眩しいね。この神々しい光は、せっかちゃんも私の前だと少しテンションが高いよね。それは大川だからだよ。えへへ。ちょっと、大川、神々しい光が話しかけてるよ。大変、全然聞いてなかった。だからなのね、やけに話が早く進むのは。うわぁ、この子かわいい。せっかちゃん、この子すごくかわいいよ。名前もぽよっぽよって、かわいすぎるわ。私の持ち物に宿ってたんだ。つまり私の持ち物一つ一つにぽよっぽよちゃんだ。何それ、幸せか。じゃなくて、ちゃんと話聞かないと。私、長い話苦手なんだもん。このぽよっぽよちゃんはつくも神なんだね。つくも神って、今さっきまで説明してたよ。え、そうなの？大風でちょっと抜けてるところがあるから、私が静かにしないといけないわね。うん、イメージしづらい。姿を見せて。お、いや、まだ姿を現してないわよ。人の世をあまねく照らす、わしの名は、導きの女神、アマテラス大御神。アマテラス大御神、大御神。じゃんじゃーん。なんかテンション高いわね。驚いたか？驚いたじゃろ。驚きました。まさかわしが、こんな可憐な乙女じゃったとはな。いや、そこについては別に驚いてないんだけどな。人の世をあまねく照らす、女
女神の中の大女神。へい、大女神、すごい人っぽいね。大女神とは、わしのことじゃ。おみおみ神、お、お、み、か、み。せっかちゃん、ロボットみたいだよ。何かが間違えてるからでしょうか。誰のおかげで輝いておると思う？誰ですか？わし。おう。縁側で日向ぼっこ、誰のおかげでできると思う？え、誰かしら。わしわし。おう。その絶大な神通力をもってして世を照らしておるのはこのわしじゃ。よくわからないけどすごい神様なんだね。拝んでよいぞ。ははいかんいかん、話がそれてしまった。そうだよ、それちゃってるよ。いよいよここからが本題じゃ。全然話聞いてなかったくせに。神といってもつくも神は力の弱いちっぽけな存在。いえ、ちっぽけでも大丈夫です。なのにこやつときたら、ちょっと静かに。お日様みたいになりたいじゃと？誰かをポカポカ温めたいじゃと？いいじゃない、いい身の程をわきまえぬそのズーズーしい願い。気に入った。気に入ったんだ。いじらしいやつめ、かわいいやつめ。かわいいのは本当よね。きっとこやつはわしのような立派な女神になれる器じゃ。え、すごいね、ぽよぽよちゃん。そこで世を滑る大女神としてお主に神託を授ける。神託、神託なんかもらってどうしたらいいのかしら。こやつを、はい、一人前の、はい、女神に育てるのじゃ。ええー、私たちがですか。一緒だったね、さすが双子だね。つくも神が成長するには持ち主に長く使われる必要がある。私、ぽよぽよちゃんのためなら永遠に使い続けるよ。お主の愛情が必要というわけじゃ。いっぱい愛情も注いであげるよ。まあ、お主の物持ちの良さにもある種責任があるわけじゃし。私たちの責任なの？いや、むしろこれは好都合ね。神の命令と思ってここは一つな。私はいつでもいいですよ。それでは早速ぬしらの縁を結ぶとしよう。どっちと縁を結ぶの？人間と神々が共にいるには契約のようなものが必要でな。じゃあ私が縁を結ぶよ。まあ、堅苦しく考えることはない。いわゆる自己紹介ってやつじゃよ。なるほど、簡単そうでよかった。まずはお主の名前を教えてやってくれ。こやつがそれを受け入れた時、晴れて見習いの女神として生まれ変わるのじゃ。それでは頼むぞ。お主の名は何と言うんじゃ？だって、王家、ぽよっぽよちゃんに王家の名前を教えてあげなさいよ。え、せっかちゃんはいいの？私より王家の方がぽよっぽよちゃんのこと気に入ってたみたいだから、王家の名前を教えてあげなよ。いいの？やった？それじゃあ、私の名前を教えるね。お、う、か、です。よろしくね、ぽよっぽよちゃん。王家。わぁ、話しかけてくれたよ。発音が合ってるか教えてあげなよ。あ、そうだね、その発音で大丈夫だよ、ぽよっぽよちゃん。お主の言葉が届いたようじゃな。こやつもお主と心を通わせるため姿を変えようとしておる。え、どんな姿になるんだろう。きっと可愛いから大丈夫だよ。実際に言葉を交わしてみて、わしにも一つ分かったことがある。お主は信頼できる人間じゃ。ありがとうございます。改めて、このぽよっぽよのことを頼むぞ。はい、任せてください。責任持って、私が王家ぽよっぽよちゃんの面倒を見ます。なんで私が入ってるのか気になるけど、今から旅が始まるかと思うとワクワクするね。この声はぽよっぽよちゃん。でも姿が見えないわね。あ、カードが光り出したわ。光るカード、レアカードかな。うわ、あ、カードの上に女の子がいるよ。すごく可愛い子だね。本当、すごく可愛いね。あ、こっち見た。ずっとこっち見てるわね。何この子、すごく可愛いんだけど。でも
も、この喋り方誰かに似てるよね。ああ、アマテラス様か。まさか、こんな可愛い姿にまでなれるなんて。女神、恐るべし。へえ、女神様もついてきてくれるんだって。それは心強いわね。本当に愛らしいわ。ちょっとだけ触ってもいいかしら。アマテラス様だから大丈夫じゃないかな。ちょっと、大花。私じゃないよ。ほんと、お腹の音で返事なんてお行儀悪いわよね。だから私じゃないってば。あ、ぽよっぽよちゃんだったんだね。かわいいわね。私と対応が違う。大花、ぽよっぽよちゃんに名前をつけてあげてだって。私がつけるの。そうだな、せっかくだから私とせっかちゃんにちなんだ名前がいいよね。そうね、なんかいい名前あったかしら。ねえ、私思いついちゃった。チキっていうのはどうかな。私たちの名字ね、確かにぽよっぽよちゃんにぴったりな名前かも。うん、それじゃあ、ぽよっぽよちゃんのこれからの名前は、チキちゃん、だよ。それじゃあ、チキちゃんにそのことを教えてあげなくちゃね。うん、君の名前は今度からチキっていう名前だよ。発音は問題なさそうね。チキちゃん。ほにゃにゃにゃほにゃ。ほに。まあ、生まれたばかりだから言葉を知らなくても仕方ないわよね。そうだよ。生まれたばかりだから仕方ないよ。これからどうなっていくんだろう。さあ。今回はここまでです。楽しんでいただけたでしょうか。面白いと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録お願いします。他にも、パトや私たちのゲーム実況、ゆっくり茶番などの動画もやっていますので、ぜひ見ていってくださいね。それでは次回もお楽しみに。また見に来てね。さようなら。